皆さんこんにちは。どうも生きてます。ゆえママです。いつもご視聴いただきありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録も本当に励みになっております。今回のテーマはこれから先1ヶ月の運勢。まず選択肢のカードを選んでいきたいと思います。この中から3つ選んでいきますので、皆さんも念を送ってみてください。まずはこれかな。そして2枚目、これかな。それでは3枚目、ここが暖かいかな。それでは3枚目、はい、この3枚を選んでみました。まず裏の状態で選びたいという方は選んでみてください。左から ABC です。少し時間を取りますね。はい、それでは返していきます。はい、絵柄で選びたいという方はこちらもピンとくるカードを選んでみてください。今回もたくさんの方へ向けたリーディングとなりますので、ピンとくるメッセージは受け取っていただいて、ピンとこないメッセージはスルーしていただいて大丈夫です。選べましたら概要欄やコメント欄にタイムスタンプを押してありますので、そちらから飛んでみてください。それでは A さんから始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは A さんのリーディング始めていきたいと思います。まずルノルマンカードで、過去、現在、未来、それからアドバイスカードを出しておきましたので見ていきましょう。ルノルマンカード、まずはね、過去の部分で無知のカードが来ております。何かね、過去の部分で痛みを伴うこと、ね、心の傷、ね、そういうものを負った可能性があるっていう風に出てきております。現在のカードでも釜、トラブルなどをね、表すカードが来てるんですよね。だからまだその過去と現在、何かしらのトラブルが続いているんじゃないかなと思います。だけれども未来の部分で船のカードが来ていて、これは変化を表します。この先状況が変化していくよっていうのを表しているので、今悩んでいるトラブルだったり、不安、悩みっていうのが変動していく可能性があります。そしてアドバイスカードでは力のカードが来ております。こちらはね、辛抱強くとかね、忍耐強くっていう意味合いがあって、それを続けることで真の力や愛っていうものを知っていく、手に入れていくっていう意味合いがあるんですよね。だから今は辛抱強く待つ時期なのかなっていうのが感じられます。頑張った先には必ず幸せが訪れるので、諦めずにやっていきましょうね。それでは次を見ていきましょう。はい、それでは見ていきましょう。まずこの3つの中でワールドのカードが来てるんですよね。すごくいいカード来ましたね。そしてペンタクルのページ、ね、この先着実に確実に物事を進めていくことによって、自分の望むことを叶えられたり成功したり、願いが叶ってくるよっていうのを伝えてくれてます。そしてカップの6、このカードは子供の頃とかの懐かしい思い出を思い出しているっていうカードなんです。現在何か辛い、ね、悩みとかあったとしても、子供の頃に抱いていた純粋な夢や希望、そういうものを思い出して前に進んでいけるよっていうのを伝えてくれています。純粋に頑張る気持ちを思い出して前進していってみてください。はい、そしてワールドのカード、
もうこのカードが来たら無敵と言ってもいいほどなんですよね。船のカードが来てたからこの先ね、変化が訪れるっていうのはやっぱり合ってるのかなっていうふうに思うんですよ。この先、今はね辛かったとしてもこの先自分の望んだ世界になっていくよ、思う通りになっていくよっていうのを伝えてくれています。ね、希望を持って生活していってみてください。はい、それでは次のカード見ていきましょう。まずはエンジェルアンサーさんの方から見ていきましょう。まずね、近い未来、やはりね何かいいことが起きてきますよっていう風に来てますね。変化が起きますよ。それからコミュニケーションのカードも来ております。積極的に周りとコミュニケーションを取っていきましょうね。それが幸運にもつながっていきます。それからね、許し、これ許しのカードが来てるんですよね。悩んでいることに対して他人が関わることであるならば、ね、他人を許すとか、あるいは自分を責めているのなら自分を許してあげてください。もうその悩みはね、許す段階に入っていますよっていうのを教えてくれています。ね、自分をこれ以上苦しめる必要はありません。許してあげましょうね。そしてウィズダム・ザ・オラクルのカードではこの3枚が来たんですけれども、このカード、ね、自分の殻にあなたは今ね閉じこもっているかもしれない、そういう風に出ているんですよね。本当の自分を出せていないかもしれない。そして海のカードでも深く考えているようにも見えるんですよね。海のごとくね、深く深くね、何かこう悩んでいるのかなっていうのを伺えるんです。今本当の自分を出せていない状態ならば殻をね破って出てきてほしいと思います。本当の自分になるにはね、どうしたらいいのかわからない人もいるかもしれないけれど、例えばね好きなことをしてみたり、あるいは本当に何もしないでぼーっとしてみたり、自然の中をね散歩してみたり、自分に合った方法ね、これがすごく落ち着くなとか癒されるなって思うものがあったらそれをねしてみてください。そして今まさにね、自分の望む場所へ行きましょうっていうカードが出てきております。悩みがあったとしてもちょっとずつでも一歩ずつでも歩いていけば前進していくわけだからね、自分の望む場所、そこへ行きましょうっていう風にね声をかけてくれています。そしてあなたが今もがきながらも歩いている道は正しい道なので、迷わずにね進んでください。この先また困難があったとしてもこの道は本当に合っているので、その途中で出会う困難は自分を成長させるための試練なんだっていうふうに思ってどんどん進んでいってみてください。はい、それでは次に行ってみましょう。はい、ワークユアライトさんからもらっていきます。はい、それでは見ていきたいと思います。まずはねこちらのカード、ミラーっていうカードですね。水面に自分が映っているのを見ているんですよね。鏡を見るように自分を見つめる、そこで感じる違和感というものを大事にしてくださいというカードです。
この時期は自分自身を見つめ直して、直せる部分は直していく、いい部分はより伸ばしていく、そういうことが運気アップにつながっていきます。そしてイエスのカード、このカードはただただイエス、それでいいんですよっていうカードなんですよね。あなたが自分で自信を持って、確信を持って決意すること、行動に起こすことはイエス、そうただただイエス、合ってますよっていう風に教えてくれています。だからこちらもね、自信を持っていきましょう。そしてこちらのカード、アルゴ座、最初に船のカードも出てた通り、行動に移す時期ですよっていうのが来ております。自分の望むもの、宝物を手にするには、もちろんリスクもつきものなんだけれども、だけども勇気を出して踏み出していきましょうっていうのを伝えてくれています。未来の部分で行動に移していくことで運気がどんどんアップするっていうのが出ておりましたので、恐れることなく自分からどんどん行動に移していきましょう。そしてカシオペア座、こちらのカードは自分の高すぎるプライド、そういうものが時には邪魔になったりするんだよっていうのを教えてくれています。大切な人、友人、仲間、そういう人たちと楽しく過ごしたいのに、自分の変なプライドが邪魔をして楽しめない、そんなことがあるかもしれません。そんな時はその自分のプライドをうまくコントロールして、大切な人たちと一緒に楽しんでください。プライド自体は自分を、ね、肯定する大切なものだから悪いわけではないんだけれども、高すぎたり傷ついたりすると時にはね、自分を見失ってしまうこともあるんです。だからそうならないようにうまくコントロールしていきましょうね。はい、それでは龍神様からカードをもらっていきましょう。はい、賢龍様が来てくれました。今決断の時、この時期は何かを決断したり、ね、決意を固めたりする時期だよっていうのが来ております。しっかり決意したり覚悟を決めることで、この先この道で出会う困難、悩みにもこの剣を用いて打ち勝っていくことができるよっていうのを表しています。そのための力を与えてくれる龍神様です。ぜひね、この時期しっかりと目標を定めてみてください。賢龍様が後押しをしてくれます。そして賢龍様からたくさんのアドバイスもらいましょう。おすすめのボディケアが、歯を磨く、口臭を消す、腹筋を鍛えるね、体をちょっと鍛えてみるといいかもしれないですね。ラッキーフードがお肉、ラッキーアイテムがペン、ラッキープレイスがご先祖様のお墓、近所のお寺ね、お正月だからお墓に行く人も多いかもしれないから、すごくね、ぴったりですよね。よかったら参考にしてみてくださいね。そして最初に選んでもらった選択肢のカード、正義なんですよね。このカードはあなたの中にある正義を信じましょうっていうカードです。正義っていうのはみんな同じに思えて、実はそれぞれ、ね、考え方があって、価値観があって、自分の考える正義っていうものが、ね、みんな違ったりするんです。だけどもあなたはあなたの中の正義をどうぞ貫いてくださいっていう風に教えてくれています。この時期はね、本当に自分を信じること、ね、自信を持って行動してみてくださいね。はい、 A さんのリーディング以上なんですけれども、最初の方でね、悩みがあったり、ね、辛抱しなきゃいけない部分があったんですけれども、全体を通してみるとワールドのカードが来てたし、自信を持って行きましょうっていうカードがたくさん来てたので、
このね1ヶ月は自分の心の持ちようでね運気が変わっていくんじゃないかなと思います。ぜひねポジティブ思考で自信を持って進んでみてください。それでは年末年始ぜひ楽しんで過ごしてくださいね。来年もよろしくお願いします。これでリーディング終わろうと思います。何かピンとくるメッセージなどありましたらグッドボタンチャンネル登録で応援よろしくお願いします。ありがとうございました。またね。はい、それでは B さんのリーディング始めていきたいと思います。よろしくお願いします。まずルノルマンカードとタロットカードを出しておきました。過去、現在、未来、そしてアドバイスカードとして見ていきましょう。ルノルマンカードの方で指輪のカードが過去に来ております。過去に、した約束だったり契約事だったりっていうのがあるかもしれません。その約束事っていうのは、見ていらっしゃる方それぞれによって違うとは思うんですよね。恋愛に関することだったり仕事に関することだったりいろいろあるとは思うんですけれども、それが現在ネズミのカードが来ていて約束したことによってストレスが出ているっていう風に来てます。過去にした約束や契約ごとに関して何かね、悩みだったりトラブルだったり、とにかく今のあなたにとってとてもストレスになっている状態を表しているんです。約束事ってどんなね些細なことであったとしても約束が交わされない限り常に頭にね引っかかるものであるし大事なことでもあるからね、それがすごくね心の重みになってきちゃうことってあるんですよね。そして未来の部分を見ると本のカードが来ております。これはね情報を集めましょうとか勉強したり知識を得たりそうすることで過去から縛られている約束事に対しての対処法が分かってくるよっていうのを教えてくれてるんです。今現在すごく悩んでね解決策が見えないのだとしたら、これから情報を集めたり勉強したりそうすることで約束がねちゃんと守られたり、あるいは約束事を守られないかもしれないけれど解決に向かって進んでいくことができるよっていうのを教えてくれています。だからこのね1ヶ月は勉強したり、ね、情報を得てみたり、ね、そういうことをねやってみるといいと思います。ぜひねこの悩み事の解決に向けて進んでいってみてくださいね。そしてアドバイスカードでフールのカードが来ているんですよ。フールって自由の象徴なんですよね。約束ごとなんかそういうのに縁がない、そんな風に感じませんか？今のあなたは約束ごとに縛られてストレスを感じている状態なんですよね。だから、自由を手に入れた方がもしかしたら幸せになっていける、そういうことを表しているのかもしれません。約束事っていうのをお互いに守ることっていうのはとっても大事なことなんだけれども、あなたの心はこの約束事なんかに縛られるようなものじゃないよっていうのも表しているんです。あなたの心は常にあなたのもの、自由なんです。それを忘れずに過ごしてみてください。はい、これを踏まえた上で次を見ていきましょう。はい、クロミちゃんのカードを3枚いただきました。カップの2が来ておりますね。これは特に人間関係を表すカードでもあるんですけれども、相思相愛とかね、特に恋愛に関しては相性の良さや絆が深まったり、パートナーがまだいらっしゃらない方であったら気の合う人と出会う、そういうのを表しています。仕事においても交渉がうまくいったり
コミュニケーション能力を必要とするような場所で、特にうまくいくっていうのが出ているんですよね。人間関係の良好さをとても表しています。そしてソードのカードが2つ来ていて、クイーンとソードの7のカードを来ております。7のカードは、自分のね、知識とか策略を生かして悩みとか困難を乗り越えていくっていうカードなんですよね。例えば仕事で言えばお世辞とか建前をねうまく使いこなして勝利を収めていったり、クイーンのカードが来ているので、そういう知恵をうまく使うことで成功しますよっていうのが出てるんですよね。望んだ結果を得られたことで気持ち的にも余裕が出てくるよっていうのを表しています。仕事に限らず自分の知恵、そういうものをうまく活用して、この年末年始はぜひね、運気アップにつなげていってみてください。はい、それでは次を見ていきましょう。こちらも出せる部分出しておきましたので、まずはエンジェルアンサーさんから。まずはね、あなたが信じるならね、このカードと、それから、あなたの中の天使、あなたはもうね、自分の中に答えを持っているのかもしれないですね。直感力が優れている方が多いのかもしれません。それから信じてください。なんだかこう全部似てる感じしますよね。あなたが信じるなら信じてください。あなたの中の天使がね、教えてくれています。全部あなたの中にあるんですよ。何か悩みがあったとしても、あなたはあなた自身の中で答えをもう持っていて、自分で信じて答えを出すことができるんだよっていうのを教えてくれています。そしてこちらのカードは、プラスのエネルギーが今流れ込んできているんですよね。運気自体はすごくいいですよ。それからこちらのカードは今を、ね、行きましょうっていうカードです。過去でも未来でもなく、まず今を大事にしていきましょうっていうカード。リーディングをしていると未来を見据えて行動しましょうっていう風に出る人もいるんだけれども、あなたは逆、今をとにかく大事にしてください。今が本当に大事な時期なんだと思います。そしてこれはね、命の芽吹きのカードです。今ね、まさに何かが始まっているよ、スタートしているよっていうカードなんです。あなたの中で何か芽生えているもの、始めたことあるのだとしたら、今まさにそれを大事にしてください。それでは次見ていきましょう。はい、それじゃあオラクルカードさんからもらっていきましょう。星座オラクルカードさんからももらっていきましょう。はい、それでは見ていきましょう。まずはこちらのカード。この方はキリストの、祖母アンナ様なんですよね。人に奉仕することを表しているカードなんです。そして人を導いて助けていく力があなたにはあるよっていうのを伝えてくれています。あなたの優しさや思いやりに集まってくる人も多いんじゃないかなと思います。困っている人を見たらぜひね、助けてあげてほしいと思います。そしてこちらのアカシックレコードのカード来ております。 P
B さんは聖なる力が強いのかもしれませんね。こちらのカードは聖なる存在に導かれていますよっていうのを伝えてくれています。あなた自身はもうすでにね、そういう存在からちゃんと守られているんです。だから何か困った時、悩んだ時、助けを求めてくださいね。お祈りしたり瞑想したり、そうすることで必ず助けが入ります。そういうね、力を授かっているんだっていうのをね、認識してみると、さらに聖なる存在とつながることができると思います。そしてソウルファミリーのカードも来ております。魂でつながった家族、そういった存在が現れるかもしれません。もうすでに家族がいらっしゃる方は絆がより深まったり、困っている時は必ずね、助けてくれる、そういう存在を再確認することができるかもしれません。困った時、辛い時、あなたは一人じゃないんだよっていうのをこのカードは表しているので、自分にとって大切な人、そういう人をどんどん頼ってみてください。そして大事にしてみてくださいね。そして蛇座のカードも来ております。これはまさにね、蛇のごとく脱皮をして新しい自分に生まれ変わりましょうっていうカードです。何かね、古い物事、ね、さっきも一番最初にあったけれども、約束ごと契約、そういうものに縛られているんだとしたら、それをね、本当に必要なものかどうか見極めて、不要なものであれば思い切って捨てて新しい自分に移り変わっていく、そういう勇気もこの時期は必要だと思います。ぜひね、新しい自分を見つけていってみてください。そしてサソリ座のカードも来てるんですね。これはね、あなたが今執着しているものに対して、それは本物ですか、ね、恋愛であれば本物の愛ですか、本当に必要なものですかっていうのを問われています。全身全霊で向かい合わなければ本当の信頼関係もできないし、自分も傷ついてしまうんだよっていうのを教えてくれています。人間関係においては真実を求めなければいけないんだよっていうのを教えてくれています。それでは次見ていきましょう。それでは龍神様からカードをもらっていきましょう。はい、潮流様が出てきてくれました。自分らしく生きるための兆し、それがね、現れ始めているよっていうのを伝えてくれてるんだよね。今をね、大事にしてくださいっていうのが来てたので、まさにその兆しが今現れているんだよ。それを何よりも大事にしていってください、ね、そういうことをね、教えてくれてると思います。変わるためにね、自分らしく生きるためにどうしたらいいのか、それをね、自分に問いかけてみて、その兆しをきっかけとして変わっていきましょう。それではいろいろなアドバイスがあるので見てみましょう。まずはおすすめのボディケア、額を意識する、首のリンパを流す、ラッキーフードはソウルフード。ソウルフードっていうのはその地域それぞれの名産物だったり、そういうものですね。ラッキーアイテムはラピスラズリ、または藍色のもの、このね、潮流様の色のような感じのものですね。そしてラッキープレイスが光が差し込む場所、朝日や夕日が入る部屋、参考にしてみてください。そして最初に選んでもらった選択肢のカード、こちらパーティーのカードでした。
この時期ね、人と集まること多いから、飲み会だったりパーティーだったり積極的に参加してみるのがいいかもしれません。プラスのエネルギーも入ってきてるから、人とコミュニケーションを取ることでいいエネルギーをもらうこともできます。ぜひね、そういう機会があったら参加してみてください。はい、 B さんのリーディング以上になります。この時期はね、自分を信じることがまず大事だよっていう風に来ておりました。ぜひね、自信を持って過ごしてみてくださいね。それではリーディングを終わろうと思います。何かピンとくるメッセージなどありましたら、グッドボタン、チャンネル登録で応援よろしくお願いします。ありがとうございました。またね。はい、それでは C さんのリーディングを始めていきたいと思います。よろしくお願いします。まずはルノルマンカードとタロットカードを出しておきました。過去、現在、未来、そしてアドバイスカードとして見ていきたいと思います。ルノルマンカードの方から見ていくと、過去の部分で悩み事だったりね、何か不透明なことで、そう、そういうのがあったっていう風に出てるんですよね。悩み事ね、人それぞれなんだけれども、それに対して現在、この手紙のカードが来ているんですよね。過去の悩み、そういうものに対して、いいお知らせ、いい結果、ね、そういうものが訪れてくるよっていう風に来ております、ね、悩みから解放されていく、そういう報告が、ね、来るかもしれません。そしてさらに未来を見ていくと、太陽のカード、もう全てが晴れ渡るよ、ね、悩みなんてね、そう、雲なんて晴れ渡っていきますよっていう風に来てるんですよ。だからやっぱりね、何かしら今、手紙とは限らないですよ、手紙じゃないかもしれないけど、何かしらの報告としてこの悩みっていうのが解決、ね、いい方向に流れていくよっていうのを表しております。そしてアドバイスカードを見てみると、釣られた男なんですよね。やっぱり我慢して、耐え抜いている様子を表しているんだけど、そう、もがいてもね、ちょっとどうにもならない状態が続いていた、そういう風に出てるんだけど、だけども現実をしっかりと受け止めて反省して学んでいくことで、ちゃんと状況っていうのは回復していきますよっていう風に出ております。だからね、ちゃんと流れとしてはね、合ってるんですよね。ちゃんとね、この今の状況、修行しているようにも見えるんだけど、ね、自分をね、律して、学んでいけば、ちゃんと解決できますよっていう風にね、来ております。ね、今ちょっとね、辛いことがね、あったとしても、いい結果がね、訪れてくるので、諦めずにね、進んでみてください。それではね、これを踏まえて次に行ってみましょう。はい、それでは見ていきましょう。まずこれ司祭ね、このカード来てるんだけど、釣られた男の方でも実は自己犠牲っていうものも現れているんです。だからね、この時期はね、人に尽くすこと、それをテーマに動いた方がね、いいかもしれません。人を助けたりね、尽くしたりすることで、こちらのカードです、悪いことが、ね、嫌なことが終わっていきますよっていうのを表しています。ね、嫌なことが終わった先にはこの日の出、ね、明るい、日の出が待っていますよっていう風にね、来てますね。だからこの時期はね、一日一善じゃないけど、ね、何か人を助けたりね、尽くしたり、ね、積極的にしてみてください。そうすればね、こっちね、ナイトオブカップズ。
もうね、目をね、そう、クロミちゃんも、お馬ちゃんも、目を閉じててもね、自分も行きたい場所に行けちゃうよって望みがね、そう、叶っちゃうよって出てきてるんですよ。今ね、すごく頑張ることで最終的に成功を収めることができるよっていう風に来ております。今後の未来の自分のためにもね、今は、自分の、辛さとか、そういうものをぐっとこらえてね、人に尽くす、優しくしてあげる、ね、思いやりを持って接してあげることをぜひ心がけてみてください。ね、それでは次に行きましょう。はい、それでは見ていきましょう。まずエンジェルアンサーさんのカードでね、ウェイトっていうカードとノーっていうカード来てるんですよ。ね、それから時期的なところ、1ヶ月ぐらいで、ね、何かいいことがね訪れますよっていうカードが来てるんですよね。だからそれまで待ってくださいっていうことかなって思うんですよ。何か、やろうとしていること、そういうことがあるとしたらちょっと待ってくださいね。この1ヶ月ぐらいで、いい選択肢ね、いい出来事がね現れてくるから、それまでちょっと待ってみませんかっていうねカードだと思います。そしてのね、これはね、最初に悩みがあるね、そういうカードも来てたんだけども、人に対してもね、仕事とかそういうのもいろいろあるんだけれども、自分にとって嫌だなって思うことは素直にノーと言いましょう、ね、断りましょうっていう風に来てるんですよね。 C さんはすごくね優しいのかなって思うんだよね。断れない性格の人が多いのかもしれない。だけども全部ねはいはい言ってたらあなたが苦しくなっちゃうね。だからそんなに背負い込む必要ないんだよって言ってるね。思いやりを大事にする時期ではあるんだけれども、わざわざね、例えば悪意のあるような人のね頼み事だったりね、仕事のね業務とかを押し付けられたりね、そんなことさせられる必要なんてないんだよっていう風に教えてくれてますね。あなたが本当にね嫌だと思うならしっかりノーと言いましょうね。そういう風に来てます。自分のことはやっぱり自分でね守っていきましょうね。ね、そしてこちらのアドバイスは、そうだね、進むべき道っていうのはちゃんとあるんですよ。C さんね、進んでいく道はあるしね、今ねそこへ向かっていく時期でもあるんですね。この準備がね整ったよっていうカードも来てます。今まさに、ね、進んでいく時だよって。そして何かしらの、メッセージだったりお知らせっていうのもね届くかもしれない。あ、待ってよね、最初にさ、ほら手紙のカードね、いいお知らせ来るかもしれないって来てたんだけど、こっちでもねやっぱりメッセージなり連絡なりそういうものがね、いいお知らせ来るよっていう風に来てるんですよ。だからこそ今ねもう進む時期に入っていますよっていうのが来ておりますね。迷わずにね進んでみてくださいね。だけどもさっき来てたようにね、何かしらのね、待ってくださいっていうのも来てるんですよね。あなたが何かねしようとしていることに関してだと思うんだけども、こっちちょっと補足もらおうかな。何をねやろうとしているのか、何に対しての待ってなのか、男性、お相手様、
女性？うん。へえ。これはね、うん。女性のカード、ね、男性のカード、ユリのカード来てるんだけど、ユリのカードっていうのは幸せを表したり、ね、幸福、幸せ、平和、ね。そういうものを受け取るっていう意味があるんだけど、ね、女性っていうのは女性っていう意味ももちろんあるし、それから受け身の状態であるっていう意味もあるんだよね。そしてこのジェントルマンも男性っていう意味もあるし、それから男性に限らず、ルノルマンではジェントルマンは、自分以外の相手を指すんですよ。うん、だからあなたが悩んでいるね人が、もしね、人だったとしたら、そのお相手に対して何か幸せを求めている可能性があるんですよ。人にね、期待しているとか、うん、ね、恋人だったら、ね、何か答えを求めているとか、そういうことに対して、ね、答えを焦っちゃダメ。ね、ウェイト。答えをね、焦ってはいけないよっていう風にね、来てるんだと思います。ね、結婚まだなのとかさ、うん、同棲まだとかさ、クリスマスなんだから時間取ってよとかね、うん、そういう気持ちになるのはもちろんわかるんだけれども、今ね、ちょっとお相手様もいっぱいいっぱいの状態かもしれない。そういう時に、責められるようなことを言われると、やっぱり、傷ついたり、不安になったり、嫌な思いをね、する可能性があるんですよ。そしてやっぱり出てたのが、相手に尽くしましょう、思いやりましょうっていうカード出てたから、今はね、自分の気持ちをね、ぐっとこらえましょう。ね、自分の気持ち。ね、もちろん幸せになりたい、その気持ちは大事なんだけれども、今はちょっとその気持ちを抑えていきましょうってね、来ておりますね。ちょっと我慢してみてくださいね。うん、必ずね、天気が訪れる時がね、来ますので、今はちょっとだけ我慢ね。はい、ワークユアライトさんからももらっていきましょう。オラクルカードさんからももらっていきましょう。はい、それでは見ていきましょうね。まずこちらのカード、このカードはね、あなたが今進んでいる道っていうのは正しいんだよっていうのを表しています。まっすぐね、正しい方向に向かって歩いてるから心配いらないよっていう風に伝えてくれています。もちろんね、まっすぐな道ばかりじゃない、デコボコした道もある。だけれどもちゃんと進んでいる。ね、心配いらないですよっていう風に教えてくれてるカードなんです。そして、こちらのカードはね、そう、ダンシング・ウィズ・ライフ。ダンスを踊るように、ね、行きましょう。ね、そう、生きるってことはすごく大変なことなんだけど、もっとね、楽観的に考えて大丈夫だよっていう風に教えてくれてます。物事はね、楽しい時に進んだり、成長したりするものだから、とにかく楽しむことを念頭に置いて過ごしてみてください。ね。自分を誰かに縛られたり、ね。誰かのせいで嫌な気持ちになったり、することってもちろんあるけれども、自分を楽しませることとか、自分を突き動かすことが
ができるっていうのはやっぱり自分しかいないんですよね。だからこそ、人生をね楽しんでいきましょうよっていう風に教えてくれていますね。ポジティブ思考でね、ぜひ過ごしてみてくださいね。楽しいエネルギーはね、楽しい人エネルギーもっともっと寄ってきますね。それからね、子犬座、このカードは人間関係ね、それを表しているんですよね。信頼できる、ね、人を得るにはまず自分から相手を信用しなくちゃダメだよっていう風に教えてくれてます。相手を疑ってかかっては、ね、信頼なんて、ね、できるものもできないよっていう風に伝えてくれてます。相手を信じることっていうのはもちろん裏切られたら辛いし悲しい、そういうリスクもあるけれども、本当にね、信頼を築いていきたければまず自分から相手を信頼しましょうっていう風に来ておりますね。もし本当にね裏切られたとしてもそれは辛いことだけれども、お相手様が裏切らずに答えてくれた場合、それは本物のね友人、親友、仲間、恋人、家族になり得るんです。だから自分からどんどんね信じてね、人と接していきましょうね。そういう風に教えてくれてますね。そしてね、最後ね、このカードはね、今困難なことがねたくさんあったとしても、自分もねその困難に対して、ああダメかもしれない、解決できないかもしれないってね、恐れおののいているね、そういう姿を表しているんだけれども、だけども違うんだよって教えてくれてるんですよ。いくらね大きな壁があったり困難があったとしても、その今の困難にはね、あなたは立ち向かってね解決していく力っていうのを持っているんですよっていう風に教えてくれてます。大きなね壁、困難だったとしても、一つ一つね解決できる部分から、あの小さい部分からね、ちょっとずつ解決していけば、もう全部すべてもう気づいたら解決し終わってるんです。それぐらいの力があなたにはちゃんと備わっているんだよっていうのを教えてくれてますね。すごくね、自分の悩みが大きかったとしても着実にこなしていけば解決できないものではありません。だからね、諦めずにね、しっかり考えて行動して、どんどんね解決していってみてくださいね。はい、それでは龍神様からカードもらっていきましょう。はい、あら、祝龍様、お祝いされてる。喜ばしい未来に乾杯。やっぱ未来は明るいんですよ。祝われてるんです、あなたはね。そう喜んでる、なんか嬉しそうだもの、祝龍様。そうこの先ね、辛いことはあったかもしれない、あるかもしれない、まだね。だけど幸せ、喜ばしい未来ちゃんと待ってますね。だから一歩ずつ歩いていきましょうね。大丈夫ですよ。そして祝龍様からの、いろんなアドバイスあるんだけど、おすすめのボディケアがハンドクリームで手のケア、手の所作を意識するね。年末年始ってさ、集まってね食べたりすること多いから、手の所作ね、箸の持ち方とかさそういうの気をつけてみるといいかもしれないですね。
それからフード、アルコール。あ、まさにいいじゃないですか。アルコール、この時期。ね。ラッキーフード、アルコール。で、ラッキーアイテム、グラス。ね、杯などの酒の器。これもいいですね。うん。そして、ラッキープレイス。お祝いの席。結婚式場。やっぱ、お祝い事だからね。祝龍っていう様は。ね。こういうね、お祝いの席。もし、お呼ばれしたらね、張り切って行ってみてください。ね、参考にしてみてくださいね。はい、それではね、最初に選んでもらったこちらの選択肢のカード、これ天の声なんだけど、何かね、そう、Cさんって、天の声を聞ける能力があるよって言われてるんですよ。感が鋭かったり、ね、スピリチュアルな力があったりとか、しかもそれっていうのは、あなたが、ね、休んでいるとき、寝ているときとかに聞こえてくることがあるよって来てます。夢見の力があるのかな？ひょっとしたらね。夢の中で、そのね、夢を見た中で何か印象に残ったこととかあったら、ね、ちょっと覚えておいて。それが何かの、ね、悩みの、解決の糸口になったりするかもしれないから、ぜひね、夢とか見たらね、ちょっと覚えておいてみてください。覚えておくっていうのもなかなか、そう、夢ってね、忘れる人多いんだけど、覚えておくにはどうしたらいいかって言ったらね、夢日記つけてる人とかは、夢をね、そう、毎日、私もつけてたんだけど、夢日記毎日つけてると、夢って思い出しやすくなるんですよ。忘れたとしてもね、こう、日記書くときに、どうだったかな、今日の夢、いい夢だったかな、悪い夢だったかな、とかね、考えてると、思い出してくるんですよ、自然と。で、夢日記をそう毎日つける、習慣をつけてると本当に夢って思い出しやすくなるんですよ。だから、何かね、こういう天の声聞きたいなーってね思う方は夢日記なんかもつけてみるといいかもしれません。はいはい、それでは Cさんのリーディングを終わろうと思います。何かピンとくるメッセージなどありましたら、グッドボタン、チャンネル登録で応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。またね。最後までご視聴いただきありがとうございます。私、ゆえママはここならというサイトで個人鑑定もしておりますので、興味のある方は概要欄をご覧ください。それではまた次回。バイバーイ。